ド津神社、渡津神社は、新潟県佐渡市浜地飯岡にある神社。式内社、沢渡国一宮。旧社格は、国平商社で、現在は、神社本庁の別表神社。これら兄弟三神はいずれも木の文化を司り、林業、建築業、造船業の神と言われている。佐渡市宮ド津神社参拝のしおりによれば、いたける命は木材による家屋、船、 車の築造技術を盛んにした区読より、またの名を大谷彦神、大谷彦の神と呼ばれている。また造船のほか航海術に引いて車の普及に当たったことから、海上、陸上の交通安全の守護神として、崇敬されているという。上記の祭神及び廃止を決定したのは、江戸時代初期の神道家、立花の三期と言われている。宮司。 水美濃ベ美キセによる、突人社名祭調書では、官庁に、祭人は、いたける命の一座となっているのに、諸国一の宮順門で期には三座と記されていること、法永年間の東神社祭建の法画帳にも、いたける命に廃止として、大八姫命と総神姫命の記載があり、立花の三期が順廃した時期が東神社の祭神図山の山場あった頃なので、二神を廃止したのは、 立花の三期ではないか、と考察している。大正十一年、1922年に編纂された佐渡国史では、諸国一宮順毛出来の記述によれば、ただ古来より一宮と称してきたという以外に、当神社を一宮と称するものがなく、祭神も詳しくはわからなかったようであると述べた上で、そうであるなら、祭神王図三法のしたのは、立花の三期ではないと考察している。 その理由として、当神社の他に、橘の三鬼が信号を奉納した佐渡八社のうち、佐渡国三宮引田武神社の祭神は、古来、大名討の命とされていたのが、橘の三鬼が猿田彦命の信号を奉納して、あとは、祭神が猿田彦命となったことを挙げている。しかし、祭神を五十も命とすることには、異論もある。文化年間に、 田中重太郎によって表された佐渡氏には、また街道神を祭りるともウンヘリとの記述があり、吉田東吾は、著書、大日本地名辞書において、タケ類の地説を、不快を免れずと非難した上で、土人は、近世、一宮八万と交し、神宮寺、仙皇寺これをつかさどれり、お帰国と民神あり、これと一類の神理ならん、と述べている。また、社名の、は、 海の古語で、渡つ神社は、海の神の社という意味となり、もともとは、航海、巨老を司る、海の神を祀る神社であったと推定した上で、当神社が、もとは海岸寄りに鎮座していた、という説もある。社伝では、痛たける命の父の須佐郎が人々に造船、航海の術を授けたことから、地神社と称するのだと、している。王子の葉持川洪水により社伝。 古文書から別当時に至るまで、ことごとく流出したため、創建の遺書は不詳である。佐渡国史には、寛永十八年、1641年1月21日付の、伊岡村、八幡宮将軍のが所集されているが、そこには、古都の宅の匠立猿高領者、中愛天皇の行人儀の書物今在社に、御座公との記述がある。この時本当に、 神儀の書物が存在したのだとすれば、その内容によっては当神社が中愛天皇の行である、中愛天皇元年引く同九年頃、またはそれ以前に創建された可能性が出てくるが、縁起などが流出した洪水は、寛永十八年以前に起こったと伝えられている。延長五年、九百二十七年に、縁起式神明朝により式内者、勝者へ列格された。 中世諸国一宮制の基礎的研究では、縁起式神明朝における、佐渡国の式内社記載順によって、一宮と呼ばれるように言っている、と述べている。また、佐渡氏には、縁起式、はじめする書の旧社の第一にしてとの記述がある。長野軍祭末記録には、神事に替えがあったことによりたたりたもうたので、突神社に使者を使わし中払いを課して、 原井清めるべしとの上略4年、1080年6月10日付の仁義館総場が記載されている。佐渡国寺社長によれば、王子の社地は東にあり、文明2年、1470年ハ持川の洪水により社殿、古文書等ことごとく流出したので、同4年、1472年に、本間氏が再建立したのだという。佐渡市では、イの誇らは、 昭和中に改修され、その後の文禄2年期中、1593年6月の水災により、遮断が流されたので同じ村の八万宮に合祀した、さらにその後、旧地に祠らを作ったが、なお、八幡宮を愛とに置いたと述べている。これらを受け、佐渡国史では、文禄2年は騎士であって、期中ではなく、佐渡国寺社長にある文明2年は、木でも牛でもない。 また文明から文禄までの120年間に水の投資であったのは明王2年1493年と天文2年1533年でいずれも2年なので特定できないが文禄2年には有名な洪水があったので水の投資は騎士の誤りとみて文明2年と文禄2年の両年に水災があったと見るのが本当ではないかと考察している地については かつて海岸寄りに鎮座していたのが、後に現在地に遷座したとの説、佐渡一宮土神社参拝のしおりで考察している、現社地より、川下の別棟屋敷の地名が残るたりとの説がある。このような状況から、中世諸国一宮製の基礎的研究では、旧社地については、諸説ありはっきりしないと述べている。E 岡村、八和宮将軍の社の記述から寛永18年、 1641年には当神社が八幡宮に行使されている様子がわかる。飯岡村、八幡宮ヤ文将軍の社の内容から、この頃まで八幡宮と土津神社が混在して、明確に分かれておらず、さらに分位を考えれば、八幡宮が一宮であるかのように見え、おそらく児童等を含め皆が、八幡宮を信仰して社両も多く付けられているのだろう、と、佐渡国史では推察している。 神道家の立花の三期は、遠方三年、百6 7 5年から23年、かけて、全国の一宮を参拝し、その記録を、諸国一宮順盲でき、全13巻として表したが、当神社には、遠方六年、1678年に、参詣している。前述のように、現在の当神社祭神の図三には、立花の三期が関わっているのではないか、と言われている。 中世諸国一宮製の基礎的研究によれば、文化13年、1816年に土津神社、別当神宮寺と旗の町一宮神社、別当計当時の間に、一宮論争が起こったのだという。同書では、その結果として、多別神社別当神宮寺が勝訴し、以後は佐渡国一宮といえば、多別神社と言われるようになったのだ、と述べている。 東神社の東前方には前日のように、多滅神社別当神宮寺があったが、明治の神仏分離令に際し機能している。明治4年、1871年5月14日には、国兵商社に列せられたが、第二次世界大戦の終戦に伴い旧社格は廃止され、その後、東神社は神社本庁が包括する別表神社となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。